死に用事はねえはずだ。なんか嫌がんな。さっさと片付けちまうか。あ、一緒や。人造人間が襲うのが分かってたのに止められなかった。魚だ。このツヤ絶対うめえぞ、この魚。ヒヒヒ、いいもん手に入ったな。こいつはいい心中だな。
気だな。なんか嫌だな。さっさと片付けちまうか。あ、一緒やった。車が並んでんぞ。なんか嫌だな。さっさと片付けちまうか。なんか嫌だな。さっさと片付けちまうか。あ、一緒やった。
行こう。星がいっぱいある。地震中だな。嫌がんな。さっさと片付けちまうか。通信中か。久しぶりやな。なんか嫌がんな。さっさと片付けちまうか。通信中だ。よし、行くぞ。よし、できればドラゴンボールを使わねえで。ボラだけじゃきっとセルに。ちゃんと復活できたようですね。あ、サンキューデンで。もうセルとの戦いの準備はできましたか？わかりました。それぞれの思惑を胸に時は過ぎていき、地球は運命の5月26日を迎えた。よし、行ってくっか。気ぃつけるだぞ、悟空さん。死なねえでケル。おう、分かってさ。ご飯ちゃんは戦わねえんだろ。そう。約束してケル、ご飯ちゃん戦わせねえって。じゃあ行ってくる。あ、戦うかもしれねえんだ、ご飯ちゃんも。おっす。来たか。いよいよだな。あれ、ベジータは？精神と。奴なら一足先に行った。そうか、張り切ってんな。ああ。なんだよみんな。悟空、ドラゴンボールを。そうするとお前みたいに。すみません。なんだ、気にすんなよデンデ。オラと死ななきゃって。あ、いいから早く行こうぜ。12時過ぎちまうぞ。悟空。お前なんでそんなに余裕なんだよ。ほらほら、置いてっちまうぞ。クリリン、ああ。